重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。サッチも死んだな、イースも死んだな、おやじ。と、調子に乗るな。と、あんたを心より尊敬し憧れてたが、あんたは老いた。俺の前では能力は全て無駄。ゼハハハ、どうだ、もう自信は起こせねえ。イースも死んだな、おやじ。俺はあんたを心より尊敬し憧れてたの。あんたは老いた。逃がすか、てやるに死ねえ。てじゃねえか、やがれ、はめるんじゃねえぞ。処刑されゆく部下人。サッチも死んだが、エースも死んだな、おやじ。ほら、行くぞ。クロウ、俺の前では能力は全て無駄。どうだ、もう自信は起こせねえ。行くぞ。調子に乗りやがって。行くぞ。
調子に乗れるぞ。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかしこの怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。やっちまえ。黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、白ひげはついに致命傷を負う。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。おお、あるのか、教えてみろ。家族。おめえたちにはすべてをもらった。感謝している。さらばだ、息子たち。